はい、漫画マンです。今回紹介する漫画は鏡が来た、高橋留美子短編集、高橋留美子先生の作品です。連載期間は1999年から2014年、週刊少年サンデー、ビッグコミックスピリッツ、ビッグコミックで連載されていたというか掲載されたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。鏡が来た、高橋留美子短編集は、うるせえやつら、ランマ2分の1、犬夜叉などでおなじみの高橋留美子先生の短編集の一つ。全1巻で6つの話が収録されています。サンデーウェブリというアプリで全話無料で読めます。まずブラックな話が多く、高橋留美子先生の長期連載の人気作しか読んでない人は驚くかもです。2010年代に掲載の作品までということで、絵柄は現代的になってきてますね。犬夜叉や教会の輪廻が連載されていた時期の短編なので、そのあたりの絵柄ということです。ちなみに多くの人が求めているであろう高橋留美子先生らしい作品もあります。そしてラストに収録のタッチでおなじみの足立満先生との合作は、お互いの足跡とサンデーという漫画雑誌についての話で、漫画好きとしては非常に興味深く読めました。漫画誌が分かった気になれたというか。ということで、高橋留美子先生の漫画がめっちゃ好きな人、ブラックな話が好きな人、足立満先生との合作が気になる人にもおすすめです。チャンネル登録と通知設定よろしくです。漫画マンでした。